アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今ちょっと動画を今一本撮ったんですけども、音声の方がなんか9分ぐらいで止まっていたみたいで、めちゃめちゃいい戦いではなかったんですけど、はい、ちょっとパニックを起こした戦いだったんですけど、はい、まあ録画の方はできてるんでね、ちょっと後で声だけ載せるんだよね。予測できなかったんだよね。これは僕の個性では予測できなかったんだよね。とか言ってたんだけど、はい。ってなわけでちょっとね、もう一度どっち何しろね、もう一度ちょっとちゃんとゼータガンダムをニューヨークでね、使いたいんで、もう一度、参戦して、しっかりニューヨーク引いて、突決めようと思います。よろしくお願いします。はい、ニューヨークを予測できませんでしたね。今回はグリップス2です。まあしかしながら、まあここでもね、ゼータガンダムはちゃんと使えますんで、そのままゼータガンダムを使用します。もうここはもう慣れたもんですよ。このフィールドはしっかりね、Y拠点の半分は僕一人で持っていこうと思います。 Y 拠点までの道の予測が必要なんだよね。相手の動きの予測が必要なんだよね。ちゃんと声当てれるかな、この一個前の動画で。とりあえず B から出撃して、ここの場合は上通って、ここは上通るのがエテポンゲルートですね。こう通って Y まで一直線で行こうと思います。百式で行ってもよかったな。準備完了。はい、作戦行動に移ります。エテポンゲリハプティズム行きます。さっきの試合はね、本当に指揮官が、代理指揮がちょっと入っていなくてですね、そのさすがに代理指揮がいないっていうのは、マジでまずい状況なので、それは激まずい状態だったので、やむを得ずエテポンゲが、これはガード、いける。なんだ、攻める気はないのか、あいつらは。逆サイドから来てる。止めろ。止めてる。いい。諦めない。石の中にも残念。私心配しない。何、次はこっち。翻弄されている。しっかり止めていこう。しないさ。おしおし、全員で行け、囲め。まだ。仕方ない、引け。心配しないで。時には逃げて欲しかった。時には逃げて欲しかったよ。よし。これあれだ。これ北の、これ3番って取る必要あるんですかね。これ3番の必要性の有無をお伺いしたい。わあ、すごい赤いモビルスーツがいっぱいだ。赤いモビルスーツ、それすなわちシャーか。一人下に行った。どこだ、
介入がいたか。俺が来るまでもなかったな。すまん、それは。帰るわ。あとは頼みました。一時退避します。この中のこれ内側はですね、あの途中まであのフィあの扉が開きませんので、最初のうちは外で、防衛線を張っておくべきです。何分ぐらいでこれ下開くのかちょっと把握してないんですけど、そういうとこもねちゃんと把握しないと戦えませんからね。もうそこから情報から戦いは始まっています。弾幕が熱い。弾幕が熱すぎる。弾幕が熱いな、これ。撃って撃って撃ちまくる。来るか来ないか。睨み合いが続いていますね。よーし、まだ攻めてこないのなら怖くないっす。前に出てこないのならなんと全然怖くないわ。そんなの俺はほんの肩鳴らしだ。ちょっと今のトツも考えたんですけど、ちょっとしゃあないですね。なんじくしゃくくめら。あ、びっくりした。ありがとうな。助かったわ。大丈夫だ、修理は任せろ。拠点を奪いました。ちょっと考えよう。ちょっと待って、スチーム、まずはやっぱりスチーム、最初にスチームを終了させること、これが大切です。さっきもしかしてスチーム終了しようとして、録音ボタン切っちゃったのかもしれないな。撃って撃って撃ちまくる。これ下か、下だな。もう下の通路開いてんのかな。もうレーダーが使えない。目に頼るしかないのか。危ねえ。これ以上好きにさせない。あ、やばい、来る。こいつは本当、この武者ガンダムっていうのはあのクロスボーン並みに厄介なやつなんで、あの来たら全力で上に、全力で上にジャンプ。罠だ。みんな行っちゃいけない。罠だ。はい、こういう時は百式ですね。こういう時は。これ上から来そうだな。これ身の巻いてるってことはそういうことでしょ。身の巻いてるっていうことは突するよっていう合図でもありますんで。予測。僕の個性は10日。通さないよ。経験から来る予測が必要なんだな。下は大丈夫か。下大丈夫。とりあえず上で。逃げてんじゃねえ。信頼、安心と信頼の百式。録音どこからだ。どこから。貴様か。クロスボーンが相手か。引いたな。来るか。しかしこっちもレーダー圏内に入っているのであまり無茶はできません。これ下行こう。
修理が必要だと思います。下行こう。ダメだ。おい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 、よしよし、手伝わせてください。あぶれ、修理さえすれば元に戻る。ちょっと百式は前に出ないと戦えないので、ちょっと下での戦闘はちょっと向かないかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。突っ込まないと百式の本来の力を発揮できない。あぶね、来るぞ。よし、来るぞ来る。ちょっと待って、これはどっから湧いた今の。ワープか、ワープできる個性か、ワープできる個性か、ワープ持ちがいんのか、そっちには。これ以上好きにさせない。後ろ、ワープ、ワープ持ちがいる。相手の個性にワープを持っているやつがいる。頭、それ俺がもらう。ありがとう。守、しかしこのグリップス2というフィールドは実に残酷で、守ってばかりじゃ勝てないんですよ。ここはいけない。あぶれ、クロスボーンのマップだなこれ。逃げる逃げる逃げれる逃げれる、やる、逃げろ逃げろ逃げろ。あー、もうそこまで来てた。起こされてるし。よし、ここで満を持して100万。なんだ、いつの間にこれこんな削ってんだ。誰、なんだこれ、なん、ワープ、ワープ持ちがいんのか、うちにも。いつ、いつ削ったんだそれ。みんな戦ってる。お、突いかなきゃ。邪魔な敵艦を落としておいた。ね、これなんかうまいこと突いける。あ、けど逆に今チャンスかもしれん。とにかく攻撃を続けるしかないわ。いけたね。これが、うん、これはどうする、どうする。いっとこ、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 いっとこ。そんなもの、これは無駄死にするかもしれない。補給せずに続けるのは。よし、戦艦の道筋を作った。あーぶね、なんだこいつ。うわー、安心しろ、お前たちの塵一つ残すつもりはない。生かされた。生かされたんだよね。どうする、一回引いた方がいい、引いた方が良かったね。引いた方が良かったんだよね。今のは、今のは予測できたんだよね。仕方ない、
これは仕方ない、これはこっち行った方がいい。どっかから相手にワープ持ちがいる。どっかからか攻めようとしている。どっちだ、こっちか。来るとしたらそっちだけかな。こっちは大丈夫なのかい。こっちは大丈夫、空いてない。アップレー来てるぞ。ここだけは何としても守ろう。やはりここが一番ね、突しやすいポイント。よし、修理は任せろ。こっちから入ってくるな。当たれ、当たらない。やはり重力下ではバズーカは非常に不利だ。当てれない。手伝わせてください。殴られてないか。来るぞ、一人来るぞ。よし、壁、俺にかかる、壁になる。よし、身を挺せ。見よった、うわあ、最高ザク。飛んでく、まだ来る。上で止めなきゃいけない。ちょ、そろそろいいや、そろそろ六角機はいいや。やばいな、これ上下、ちょっと上下踏まれている状況はちょっとまずいんではない、なかろうか。いいさ、上で。行かさない。すぐ上戻って。入ってない。よし。来るぞ。ああ、下に。いや、来るとしたら上だ。まったくだらしないわね。ハマーンは正直、こいつは拠点にはダメージ与えることができないはずなので、こいつは正直、ほっといていいんだけど。こいつの常時で上から飛んでくる可能性がある。どうした、来ない、下から来てんのか。え、これ拠点殴られてんの、これ。クソ、下から来てたか。一回上に上がります。上にアムロ、上に上がります。敵艦なんてちょろいもんだな。ちょっと攻めあぐねてるな。ちょっと拠点を占領したわ。あー、下から行ってるなこれ。どっから来てんの、マジでわかんないんだけども。やっぱこっちから来てんのかな。開いてる、閉まってるよ。けど通路、こっちの通路使ってんの。どけ。ナイス。こっちまで来ちゃったけど、どうしよう。逆に
逆に X を落とすぐらいの気持ちで行くべきなのかもしれないな。守りに転ずるより、守りに転ずるよりも逆に X を落とすぐらいの気持ちが必要なのかもしれない。やられなかったのに。どこ行った？まずい、ファンネルの弾が届くか。軽く素振りってとこだな。動かない、困らないで。さすがだな、さすがナンバー2。ナンバー2は伊達じゃない。出撃を選んでください。出撃する地点を選んでください。大丈夫だ、下はなんとかなってる。こっちだな、やっぱり。目に頼るしかないのか。回収しなきゃ意味ないわ。突っ込んできよるからな。突っ込んでくる前に手前で撃ち取ったらいい話じゃないか。どうせ、ここに来る途中に湧いてくるとしたら、1番から湧いてまっすぐ走ってくる、もしくは外から来るから、4番からのパターンがあるのか。来た、ちょっと待って、隠れよう。あいつは絶対にどちらからか来る。それ引くよな、百式だぜ。なんたって、また一人で突っ込むな。一人で突っ込んじゃいけない。あ、勝った。やりました、我が軍の勝利です。うん、勝訴だ。昇格おめでとうございます。よくやってくれた。せ。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。はい。ゼータガンダムね。うん、やっぱりゼータガンダムは非常に機動力がありましたね。うん、やっぱああいう狭いフィールドでも、このゼータガンダムの変形を使い、一気に間合いを詰めて拠点を殴ることができる。さらにニューヨークでこそやはりゼータガンダムというのは輝くんですが、ニューヨークだけに限らず、しっかり突ができる。うん、素晴らしい機体でしたね。こいつも全然ありだな。銀図ですけれども、僕の今使ってるやつ全部銀図ですけれどもね、やはり経験が大事なんだよね。はい、てなわけで今回は、ゼータガンダムでグリップス2の Y 拠点をゼータガンダムでウェイブライダーでグリップス2の Y 拠点に風穴を開けたよでした。はい、ご視聴ありがとうございました。